前田南里は日本の女優。神奈川県鎌倉市出身。オスカープロモーション所属。父親がアメリカ人で、母親が日本人のハーフ。登園に藤間奈美がいる。また騎手稽古も登園にあたる。アメリカ人の父親と日本人の母親との間に生まれた。働きに出ていた母親に代わり、鎌倉に住む祖父母のもで、礼儀や作法、しつけなど、 厳しく育てられ、小学校は、三井財閥の霊場のために作られたと言われる、セーミカエル学園に通った。小学4年生の時、友達の影響で、クラシックバレエに憧れ、鎌倉のエリアナ・パブロワの弟子、野口力子の下でバレエを習い始める。そして、将来バレリーナになるためには、鎌倉にいるよりも、東京で勉強した方がいいのではないかと考え、状況。 高校生の時に芸能プロダクションに所属し、堀内館ユニークバレエ団に通った。1963年、文化学院在学中に芸術座のミュージカル、ノーストリングの PR を兼ねて、東方が募集したミスノーストリングに優勝し、東方現代劇に発揮生として入団。翌年の1964年にミュージカル、ノーストリングスで初舞台を踏んだ。 1966年、18歳の時に、資生堂のサマー化粧品、太陽に愛されようキャンペーンガールとして起用され、人気を博した。その際のハワイでのロケがきっかけで知り合った、マイク・マーキと1968年に20歳で、結婚。思わぬ勢いで、名前が売れてしまったことへの戸惑いや、水着写真ばかりを求められることに嫌気がさしていた、こともあり、一時仕事を辞めて、 アメリカで旅をしながら1年半を過ごした。1971年から1972年まで NHK のステージ101で MC を夫のマイク・マキと共に務めるなどしたもののミュージカルがその頃の日本ではあまり定着していなかったため一番やりたかった踊る仕事ができなかった観客からアプローズを受けることがない生活に耐えきれず葛藤した末 舞台を中心に活動を再開することを決意。厳しい世界で生き残るためには、家庭との両立は難しいと考え、当時3歳だった息子のマキ・クランドを残して一人で家を出た。1976年にマイク・マキとの離婚が成立した。29歳で芸能界に復帰するが、ミュージカル関係の仕事はやはりゼロだった。それなら、 自分から行くしかないと考えて、他の仕事を全て断り、劇団式のコーラスラインのオーディションにすべてをかけて、挑むも落選。しかし、それでも諦めきれず頼み込んで稽古を3ヶ月続けたところ、演出家のアサリケータに呼び出され、開始中から15分でいなくなる役でもやる気があるかを、とあれ、やります。と即答した。そして父母が離婚して辛い日々の中バレエが、 支えだったという自身と境遇が似た女の子の役を射止めた。この時の経験や舞台の基礎的な部分の習得は宝物であり、人生観を大きく変えたという。2008年4月、ニュージーランド政府観光局の初代オピニオンリーダーに就任。2008年10月21日からは41年ぶりに資生堂の CM に出演している。2013年4月から、 スポーツ日本史上で我が道を連載。劇団式、東宝をはじめとした様々な舞台やテレビドラマや CM など各方面で活躍中である。たた数二人の浜辺演奏、井上宗隆とシャープファイブいいことばかりないはたった一度の人生共演、マイク巻恋のベラリンダ誰にでも口づけを、優しい関係にちようはダメよ。マイクと南里のアメリカ気候共演。 マイク・マキ・ビバリ、前田南里ファースト、ありがとうございます。